開始。元旦は排出率20を超えましたが、あれはよっぽどタイミングが合わないとできない芸当です。今回も狙うはイザナギだけです。本命をリリースで確実に入手したい乙女心。強かろうが弱かろうが関係ありませぬ。奔走してチケット37枚集めました。最初は何が出るのでしょう？白ダル。ただの限定超激レアですね。もうすでに持ってるので薄味です。物足りなさを感じつつ2回目。欲しいものってなかなか手に入らないものです。これもただの限定超激レアの白イズ。すでに持ってるでゴンス。提供割合に届く範囲になりましたが、排出率より本命が当たれば終われます。37回チケットで回すの大変なのですが、編集も大変だったりします。イザナギは出るのでしょうか？という疑問を持つよりも、イザナギを出す。って決意した方が前向きです。激レアですがクロノス。プラス古い見ないザンス。5回引いて3体は超激レア。多分ここから簡単には当てさせてくれないんでしょうね。他を欲しがらずにイザナギだけを求めます。最低でも新規ならいいや。っていう甘い考えは持ってはいけません。にゃんこ大戦争で生き残るには大晦日を真っ赤に染める奴らを制御できないといけないのです。そんなことできるの？いいえ。できなきゃ何も変わらず変えられません。強い心を持って難題に挑戦してこそ、未来は望む方向に向くのです。37枚のチケットでイザナギが当たれば安いもの。他は特にいりません。そう思って正月2日目は地道に準備しました。この端末は 20% を超えたものではありません。この体に流れる血潮は熱く燃えています。ですがそんなことで目的は果たせません。萌え萌えじゃないといけないんです。大きな声で騒ぐよりも、強い願いと行動こそ成果を出すと思っています。期待すべきは提供割合を超えることではありません。新規をただ当てるだけでもありません。ただ一つの目標イザナギ。それだけ考えればいいんです。今現在出ている有象無象はほとんどプラカンなので、本当に目的は決まってるんです。たどり着けるものとたどり着けぬもの。シンプルですがそれだけです。確率は実に少数点台に以下。1点狙いが実に厳しいかは引く前からわかってます。できるかできないかで言わせていただけるなら、行動を起こさないものには何も起きないってことだけです。17枚引いて3体。ですが今回は数字はどうでもいいのです。欲しいものただ一つ。それだけ手に入れれば勝ちです。X で動画を見て入手意欲はそんなに高くはありませんが、使ってみないことには実感は湧きません。愛が欲しい？甘ったれるな。愛さなければ愛されないことぐらい理解しろ。にゃんこ大戦争11周年。ソシャゲにしては長寿です。愛されてますね。その愛がカラカラ落ちてきます。You are shock。私の胸に落ちてきます。えっつそっちのうち？心を鎖で繋がれたら、脱出不可能。この時は誰にも邪魔されてませんが。現実を見る限り課題は数字だけ。運だのそういったものは後付けです。今回に限ってはそう。ただ今回のこのガチャに関しては別件の操作もあるので、勝利条件どっちを取るの？と考えると微妙です。運で片付けると翌日は逆転するので、満単位から億単位の資金が入ってきます。触れ幅が大きすぎますが現実です。だが今は欲しいものを優先。置くだろうと今はいらない。今はいらない。今日の願いが叶うなら、明日の希望だけなら見送って差し上げます。だから望むことは最初から一つ。欲しいものだけください。さて、
時間がかかってますが、結果はどうなるのでしょうか。コラボのためにガチャを引けない端末があります。だからこっちで成果を出さなくてはなぁ。いけない。その考えでは出てくるものも出てこない。落ち着け。まだチケットは残っている。どいつもこいつも素数を数えればいいとか言ってますが、余計なことはしない。考えるな。感じろ。人に何かを教えるとき、理屈であーだこうだより、これが一番説得力が高いんだよ。なんせ自分でも理解できてないんですから。悪条件でも良条件でも可能性はあります。成功者の中にたくさんの敗北者がいますが、違いはシンプル。おっと、いけない、いけない。これ教えちゃうと私が負け犬になっちゃいます。うわー、欲しいのは新規だけどあなたじゃない。どこで狂ったんだよ。腹立つことにこれも同じ確率。そうじゃねえんだよトッツアン。逆転できるか。だが排出率オーバーしちゃってるよ。これを超えるとなるとさらに難しい。だが諦めるくらいなら最初から引きません。神がサイコロを振ってこちらの運命を操作するなら、今度会った時覚えてろよ。ラス1、愛されることは裏を返せば。干渉のしすぎでうざい。さあ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 、結果はご覧の通り。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。